続いては何でしょうか。じゃ続いては、はい、じゃレスリングの、まあ、雑誌はパンフレット、うん、そちらの方そういうのもやっぱ集めてるの。集めてますよ。なあ、ほんと何でも集めるな。ざっと見せても、うん、こんな感じでたくさんいろいろあるんですけど、まあ、一番、はい、まあ、メジャーなこっちですかね。レスリング入門。佐藤光さんの。あ、佐藤さん。あ、はい、すごい。まあ、これレスリングの。うん、これは大体技を紹介。結構。瓦返しやってる。瓦返しとか。カレーインズリフト。はい。これは分かりやすい。アンクル。あ、結構大きい差し出もあるから分かりやすいかもね。そうですね。これも単純に技術のメインの本で。はい。これおすすめです。はい。じゃあ、お任せしてもらいますね。はい。で、こちらが。はい、続いて。うわ、何？これロンドンオリンピックで。うん。吉田さんメダル取った時の雑誌ですね。はいはいはい、へぇ、はい、ロンドンオリンピック特集。特集で。トラバラ、トラカラだ。トラバラ。これはロンドンオリンピックだからいろんなスポーツもあるんですね。レスリングだけじゃないんですけど、まあいろんな当時の、はい、オリンピックの特集。ああ、見たい。へぇ、ロンドンオリンピック特集ね。で、こちらが。あ、でもレスリング結構メインでやってくれてんだね。そうですね、当時やっぱ。はい。ね、へぇ。こっち2008なんで、北京ですかね。あ、北京。あ、これいい写真、いい写真あるよ、いっぱい。ありがとうございます。これ、はい、お父さん、家族の写真、これ一番いいシーンじゃん、これ。はい、これいいっすね。いい写真あるよ、これ。いや、いいね、はい、これいいっすね。こういうのとか。はい、で、こっちが、はい、北京ですね。北京の、北京、これはもう、北京のオリンピックの。吉田さんと酒井さんの対談とか。まあ、もちろん、その時の試合の話とかも。うん、あ、へぇ、まあ、この金取った時の。北京のね。はい、はい、はい。この雑誌一応。おぉ、いいね。北京のロンドンに。で、こっちが2004年のアテネですね。アテネ、一番最初ですかね。まだレスリングは、女子レスリングが初めてオリンピックになった。初めての、はい、オリンピックになった。これも。全然出てこないと思うんですけど。これまだ、まあ、第1回だったからね、女子レスリングは。ほら。まだ。髪の毛があるね。あると思うんですね。うん、そうですね。あとね。やっぱまあ最初だったら女子レスリングそんなに特殊されなかったのかな。そうです。浜口京子さん。はい、おぉ、はい、これ銅メダル取った時の感動の。素晴らしい。はい。まあこの辺がアテネの雑誌の一応、発売があります。これちょっとプロレスなんですけど、プロレス？あの、うん、これ紙のプロレスっていうやつなんですけど、はい、これはあの、やっぱあの、アレキサンダー・カリン特集。ああ、なるほど。はい、前田さんとやっ、そうかそうか、やったんで。ロシアのね、もう徹底を。やっぱいろんな逸話がやっぱ、うん、あったですか、カリンすげえやつが来たっていう、うん。その時のまあ、カリンさんのエピソードとかがいろんな紹介されて池田美優になってる。ああ。へえ、山本きっと、山本ね、家族で郁恵さんとトーク、はい、もうちょっと前に、全然前の方がいいと思う。見えないから。これ、ね、はい、そんな特徴もあるんだね。へえ、面白い面白い、それ。美優さんとかもその、どっちが有利かっていう、前田さん対カリンの話でしょうか。これがあの、頑張れレスリングフェスティバルっていう、うんうん、はい。これあの、レスリング出身のプロレスラーの祭典っていう。え、あ、それ面白いじゃん、はい。結構いますもんね。そうなんですよ。これ、だから当メインが、当時、あれですね、うんうん、中西学対藤田和之っていう。はい、これ素晴らしいです、ね。すごい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 。それはすごい相当。で、これ、ちょっと見えるように位置で言ってる。スパーリングが、うん、桜庭和志対松井大二郎とか、ちょっと変わる。松井大二郎さんもやったんだ、レスリング。松井さん、ちょっとわかんないです。でもやってたかもしれないですね。あ、すごいね。はい。ヤツさんも、ヤツさん対アレクサンダー大塚さん。あ、矢野徹さんとか。あ、矢野徹さん。矢野徹さんのガチレスリング見てみたいな、ね、本当に。とか、まあ、いっぱいいますから。ねこういう最近。まあ、諏訪間さんとかね。ああ、そうですね。全日本で言ったら諏訪間さんとか、ごついもんな。はい。だから、そっか、当時の、今のね、レスリング上がりでやったしな。いや、やってほしいですね。こういうこれ一緒ですね、これ。素晴らしい。まあ、あとは、ね、あ、少し貸してください。こっち。あ、ごちそうさまでした。はい、続いて。あと、じゃあ、こちら。はい。あの、これもレアですけど、はい、これ、八田忠明さんの。急にパンフレットじゃなくなったじゃん。パンフレットじゃないんかよ。八田忠明さんの、うん、あの、こうレスリングの、この本ですね。ハンドブックって言って、これ全部、英語で。そう、英語なんだね。八田先生、アメリカの、そう。はい。サインもいただいてんね、ちゃんとね。じゃあ、そう。ね。八田先生から。これ、いい言葉入れてくれてんね、はい、なんかね。うん。アマレス兄弟に。そう。ありがたいな、はい、本当に。うん、サインまでいただいて。そう、これいいですよね。はい、こちら。まあそう、全編英語なんでちょっとよくわからなかった。でも、挿絵とかもあって。めちゃくちゃ英語なんだよ。貴重ですよ、畑先生の。ね、はい、技って言われた、技。はい、おいいね、高校時代 の、僕が高校時代の、あの、埼玉県。いや、それを持ってんのすごいね、はい。高校時代とかそういうのなんか、一応作るんだよね、パンフレットみたいな。あるんですよね。でも、持って帰んないもん、捨てちゃうもんね、こんなんね。あ、そうです、うん。これが、高校時代の。高校時代の、表紙が、はい、これ、
ノアの丸藤選手ですね。当時埼玉栄で活躍されてたんですけど。すげえ。これが。これ何のパンフレットなの？ちゃんと説明してください。埼玉県の予選、予選ですね。埼玉県のインターの予選の。県予選ね。はい。県大会ですね。県大会ね。だから、うん、はい。なんで当時、もうノアで活躍してたので、うん、もう知ってました。当時全日本ですかね。あ、丸藤だってみんなで。もうちょっと裏の見せてください、栄光の記録。全部が埼玉栄じゃん。ずっと優勝が。優勝全部埼玉栄です。すごいよね。全部埼玉栄だもんね。名門でしたね。たまに、2位が小川高校っていうね、埼玉県の、はい。そこも団体戦勝ってたりしてたんですよね。うん、なるほど。他には？こちらが。どれ高橋正史って僕本名なんですけど、はい、小川高校なんですけど、はい、何キロ級？ 50 キログラム級で、4人しかいないんだよ。4人で、うん、僕以外が、埼玉栄2人と、あと1人、まあ、川口高校。これどうだったのこれ。これは、4人中で2位でしたね。1回勝ったんだね。はい。1回勝ったのいいじゃん。これ優勝すればインターン行けたんですけど、そうね、1回勝ったのいい。2位なんで行けないっていう。素晴らしい、1回勝ったのかね。栄、はい、には勝てなかったですね。ありがとうございます。はい、さあ、続いていきましょう、どうも。まあ、これが、まあ、その、勝ち上がった関東大会。うん、は、関東大会？関東大会僕も出れたんですけど。そうか、そうか。インターハイは、全国大会行けないけど、関東大会はまあ出れて、ね。関東大会出れて、その時のパンフレット。はい、おこれもやっぱ、はい、当時の、あの、うん、昔の、マサ斎藤さんの名前とか、この歴代の栄光の記録っていうのが。マサ斎藤さんって埼玉の人なんだ。はい、あ、これ関東なんで。あ、そっか、はい、マサは東京の。京北高校っていうところで、だからそれを歴史が出る分かるんだ。分かるんですよ。歴史だな、本当。歴史を探るんですよね。この名前を見て、お三沢だとか、そうかプロレスファンはみんなもう名前を探すのが。栃木県で三沢さんが出てるんですね。三沢カーダとかあるんですよ、ね。ヤツさんとかね。ヤツさんとかも。いやそれ。だから僕らだったら中国地方大会で大谷さんとか長州さんがいたみたいなもんですね。ああ、なるほど。山口県。そういうところで結構大きいところで、これもいいっすね。これは全日本マスターズ選手権大会。おパンフレットめっちゃ持ってんな。めちゃくちゃじゃん。天皇杯、明治杯はまあわかるけど、どん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 コアなパンフレットが出てくるな。なんかもう、来年僕もね、出れたら。ああ、そっか。登録しなきゃいけないんだよ。そうなんすか。あ夏に。もうそれ一応登録だけしとこう。やるかどうかわかんないけどね。そうですね。あ、マスターズもう一回じゃん。これはちょうど前のマスターズですかね。ちょっと待って、これマスターズ、ちょっともう一回表紙見せてよ。最高っすね。いや、もうちょっとグッと見せて。なかなかのマスターズ感だよ、これ。マスターズって、そんな意味じゃないでしょ。そんなに、ちょっと、年配の方ばっかりみたいな。これ、あえて年配の方ばっかり写真撮ってんのかな。だって、卒業してたら別に20代とか30代も出れるもんね、マスターズ。あ、35か。35から出るよ。35から出るのに、ちょっと上すぎる写真。いや、でも、この年代がやっぱいいんですよ、味が。あえてだろ、マスターズ感強すぎるよこれ。でやっぱ80代の人の人がいるもんね。その面白いよね。一番やっぱみんな見ます。注目が高い。それはいつのマスターズ？これはその前ですかね。マスターズ。その時はちょっと見せてオープニング。いや見せ。あ、これかっこいいですか、ね。それね。はい。もっと。あでもやっぱちょっと落とす。もっと上全体でいう。ね、おお、まあ、なるほどなるほど。はい、分かってます。はい。これも天皇杯。で、またマスターズです。マスターズ。ちょっと10周年記念、ね。おぉ、めっちゃ、裏がいいやつ、裏が。あ、いいね、これぞザ・マスターズだよ。さすが。マスターズ、マスターズもこれいいね。マスターズ素晴らしいなぁ。こんなイメージ？俺こんな、ちょっとこのオープン、こんなイメージじゃないよね。いや、でも結構30代、40代でもゴリゴリの人結構出てるイメージあるよね。ゴリゴリもいますけど、なんかでも。ザ・ベテランみたいな。うんいやでもそういう方なのかな。こっちをメインなんですかね。やっぱそういうことなのかな。出てほしいというか、レスリングで健康になりましょうって。なるほど。吉田選手、ローチケっていう、うんはい、ローソンチケット、はいはいはい、こちらにですね、実は無料で配布されてる、ね、はい、無料で配布されてるところに、うん、実はレスリングの特集があって、ここにアマレス兄弟が実は、なんで俺らが出てるんだ。いいよ俺らの。ルール説明をしてる。誰なんで、はい、どのポジションなんだよ。いろいろあるんですよ。結構真面目な顔してね、真面目な顔して紹介してんじゃないよ。そうなんですよこれ。これでももうないよね、無料ね配布したやつ。もうだいぶ前なので。1年ぐらい前だもんね。そうですね、もう売り物とかじゃないから。売り物ではない。どこにもないもんね。はい。うん、逆にレアかもしれない。逆にレアじゃないよ本当。ハンカチとか。ね。ヒゲの説明。まあでもわかりやすいですよね、佐久間さんに。作ってもらったりですね。そうですね。これ佐久間さんすごいわかりやすいよね。はい、やっぱ絵と構成がすごい。はいうん、編集です、うん。ダンガルっていうこれ知ってますかね。インドのレスリング映画。インドレスリング映画のパンフレットになるんですけども。はいうん、なんですよ。これですね。はい、女の子を
自分の娘を育ててレスリング、ね、これはぜひともネットフリックスとかでもあるかもしれないから見てほしいですね。見てほしいと思います。映画ですからこれ面白いですよ、はい、なんかね、はい、こちら僕らもあのレスリングの PR 大使をやらせていただいて、ねまあ、一応ね、なんかその形で宣伝させていただいたりして、はい、そういうのもありますので、それでちょっと僕らも記念に僕は撮ってるんですよね、はい、出れる可能性があれば出たいと思う太郎が出るって言ってるんで出ます、はいはい、はい。ぜひとも応援していただければと思います。ということで、はい、太郎のね、レスリングコレクション。グッズコーナー。ありがとうございます。グッズコレクションコーナー。なんだよ。無茶じゃないからね。はい。はい。ありがとうございました。はい。